ということで、天狗信者さんが始められた、その、 北海道から始まってですね、全国にまとめるような旅の、上映会ということで、あとその1時間の間ですね、この突き当たりに、アップサイクルルームっていうものを作りました。それは前回からここでやってるものなんですけれども、まあ、簡単に言うとね、リサイクルですね。いらないものを持ってきてそれを拾っていくという、それはまあリサイクルですね。でもすごくなんかね、こうイメージとかエネルギーが悪いので、アップサイクルっていうのは回るごとにどんどんアップして上に上がっていくという、そういうイメージです。ですから、そのいらなくなったものじゃなくて、いわゆる断捨離としてですね、自分の生活を買うときに、買えるときに使わなくなったもの、で、まだ他の方で役立ちそうなものを持ってきてもらって、で、どんどん部屋に置いていっていただきます。で、ここに来られた方はそこの部屋を見て、自分と、ピンと、ビビッときたものをですね、そのまま持って帰ってもらって、役に立てた。そうすると、非常にそのものにとってもですね、いい形でね、つながっていくんじゃないかというようなことなので、そういう形でやっております。で、1時間の間、ぜひ見に行ってですね、いろんなものがね、あります。で、前回やった時もですね、やっぱり、なんていうか、お金を払わずに持って帰るというしかないんですよ、皆さんね。なんか、持っていきづらいっていうんですよね。それで、ドネーションボックスっていうね、箱を用意したので、気持ちでいいんですね。そこにこう気持ちを入れていかれると、この響きの丘の上に使わせていただくということと、で、あとこの、入り口にもですね、ドネーションボックスを置きますので、笑顔を見て、一応皆さんお支払いいただいてますけど、それより価値があると思った人はぜひそこにですね、入れていっていただければと思います。渡辺哲平君をご紹介します。彼はですね、実は私が取り上げたんです。もうこんな頃からですね、知ってるんですが、才能がすごくてですね、先ほど聞きましたら、2歳の時にね、雷に打たれたらしいですね。で、豪華から来られる足湯屋さんもね、打たれなかったけど、雷の時に打たれたら、そのつながりがあると思うんですけれども、で、いろんな部分にですね、その才能を発揮されてまして、特にその和太鼓ですね、才能を発揮されていて、大阪国際、コンクールというですね、その 楽器部門のコンクールで、ついこの間、3位ですね、伝統楽器部門ということで取られて、で、私のクリニックの10周年の時に初めて来ていただいたんですけども、すごいです。非常に心に響くので、今日はですね、その日本列島祈りの旅のオープニングとして彼にちょっと叩いていただいて、それから映画を上映したいと思いますので、よろしくお願いします。では吉岡監督、ちょっと一言お願いします。あ、ここに置いたらこんにちは、映画の監督吉岡でございます。日本列島祈りの旅上映会ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。西谷先生にもいつも札幌で響きの森クリニックで上映していただいてました。ありがとうございます。しかも今回この素晴らしい学校廃校跡でご上映いただくということで嬉しいなと思っております。石狩川、この辺にもアイヌの人がたくさん住んでらっしゃって、この映画は少数民族の人たちの風に際し怨念をあげるという、そういったテーマでございます。まあ、ご縁の場所でこの映画をご覧いただくのも何かのご縁ということで、ぜひご覧いただければと思っております。今日はこの後、太鼓の後上映会ですが、いつもやらせていただいてるんですけれども、私の一つ前の作品が朝の映画作ってございまして、それで最初に朝のお笑いをさせていただいて、ちょっと鈴を鳴らして、その後太鼓で上映会をさせていただければと思います。どうぞ最後までゆっくりお付き合いください。ありがとうございます。
てパイプを持っていたとかですね、そのあたりパイプどうやって知り合った今を去ること何十年前ですか1997年なんですよね。フナイオープンワールドっていうのが東京の国際フォーラムでありましたね。で、僕も、というのがレオさんの出会いです。指輪は返さなかったことだけやけに覚えてるんです。ありがとうございます。じゃあレオさんはどうしてどの辺でね、天元さんとも出会った時の、天元さんは指輪を返さなかった人っていう。私はね、指輪を返そうと思ってるうちに、なんか雷が鳴ってね、ガラスの天井が割れて雨降り始めたんで、みんな変えようっていうことになって、バーッと出たら指輪がね、親指ぐらいの指輪があったから親指に挟めても落ちてくるんですよね。これどうしようかどうしようか、返さなきゃって言ってるうちに、雨降ってるから急いで急いでって言われて出てしまって、あれなんか悪いことしたみたいだよって言いながら、まあいいんじゃない持ってけばって言うから、そうかって持ってったけど、北海道帰って洗濯してたら草むらに落ちちゃった。やばい、来世だね、やっぱり来世に会いましょうって言っちゃったんだけど、来世会っちゃったらどうすんのよ。まあ、そんなことで天元さんとの出会いがあって、はい、ありがとうございます。では吉岡監督はですね、皆さんご存知のようにアサテラスのね、はじめ、まあ非常に深いドキュメンタリー映画を作られているんですけれども、まあ、どういう、もともとね若い頃から作られたわけではないと思うんですよね。どういうところからこういう、ジャンルに入ってきて、そのあたりを聞きたいんですか。その話ですね、そっちの話行くと思わなかったんですけども私が20代の頃から映像を仕事やってまして、300本か400本ぐらい作ってるんですけれども、数数えてなかったんで忘れちゃったんですが、まあ15、6年、7、8年ぐらい前からドキュメンタリーが多くなりました。そのきっかけっていうのは、私は島根県の松江市というところの前でございまして、宍道湖っていう湖、ご存知の方いらっしゃるでしょうか。しじみが有名ですけど、そのたびに中海という湖がございまして、そこに大根島という島がございます。そこが僕吉岡の本家がある島でございますけれども、戦後をずっとこう干拓問題で入れまして、どんどん田んぼにしようということで土を入れていったんですね、湖に。ところがもう田んぼはいらないということで途中になっちゃって、じゃあ工事続けたかったから、その人たちは途中から工場を作ろうってことになって、工場を作り始めちゃったんですね。どんどんそのために干拓を続けたんですよ。それでどん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 埋まってしってしまって、干拓のための堤防がに道ができて、結局島だったところが大根島が陸続きになっていってしまったんですよね。で、私は当時映画の学校とか映画の仕事やってたので、島根に帰ってなかったので、どん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 変わっていってしまった。父も早く亡くなりましたし、親戚も結構亡くなったんですけれども、その島のドキュメンタリー、島が島であった時のドキュメンタリーを作りたいというふうに思いまして、それで2000年当時、機材が少し安くなったり、編集も少し自分できるようになってきたので、自分で編集機買ったり、ソフト買ったり、カメラ買ったりして、それまでは監督なので、カメラマンとか照明とか皆さんチームやってたんですけれども、一人で、撮影して編集して作ったのが、その大根島のドキュメンタリー。父が生きていた時代の人たちを撮影し、島だった当時の海の記憶を再現して作ったのが、この大根島の映画でございました。まあ、また映画も作り続けるつもりでいますので、また見てやっていただければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではちょっと私もですね、ちょっとね、まあ、このお二人とどうして、関わるようになったかということをちょっとね、簡単にお話したいんですけど、私は東京出身なんですよね。東京で、
下町で育ちまして、どういうわけか東京が大嫌いだったんですね。もう人混みでも疲れるし、それとにかくその自然の中に行きたいという思いが一つあったということと、どういうわけか、まあ、子供の頃から自分は医者になるっていう、自分で決めたという決まってたっていう思いがあったんですね。でうちはあの貧しい国家公務員でしたので、まあ、親はお前はあの私立大学の医学部にやれないって言われたんでね、もう国立しか行くしかないって、何年かかったら行くんだろうなと思いつつ、過ごしてたんですが、まあ、幸い運よく北大の方にですね、あの受かって、で、まあ、こちらに、20歳ぐらいから来てるんですね。でその時にあの、まあ、医者になる、とにかく医者になりたいということでこちらで、ね、医学部に入ってすぐあの医療のことができるかと思ったら、全くそういうまた物理とか科学とかそんなの勉強ばっかりなのでですね、全然自分は医者になりたくて大学に入ったので、なんでこんな勉強しなきゃいけないんだということで、サークルに入ったんですね。でサークルが、スモン研究会というので、スモン病というですね、北海道もたくさん出た薬害ですね、1964年ぐらい、それが実は釧路でたくさんね、スモン病っていうのが発生して、それはいきなり下半身が麻痺して目が見えなくなった、もう動けなくなった、非常にそのしびれと痛みで苦しむという、まあ、大変な難病だったんですけれども、その原因が分からなかったんですよね。で最初はウイルスじゃないか、ね、でそう言われるとやはりみんなもその人をこう排除するわけです。で結局そういう方ってのもそこで埋もれても寝たきの生活をしていた。である時それが実はキノホルムという薬によるものじゃないかということが分かって、全国で2万人ぐらいいたんです。それがキノホルムが発売中止になった途端に一人もいなくなったんです。でじゃあそのキノホルムってどんな恐ろしい薬かっていうと、多分我々の年代はみんな飲んでたと思うんですね。成長剤にはだいたいキノホルム入ってたんです。ただ結局量の問題だったんですね。ある程度以上の量を投与するとそういう症状が出るというようなものがあったので、結局今その当時にその戸田強盗症といってですね、あの東京オリンピックで強盗するあたりとか岡山とか釧路とかすごい出たんですけど、岡山とか釧路はそのキノホルムの好きなお医者さんがいたっていうね、もう患者来たら誰も出してたっていうんですね。戸田強盗症はそれこそ東京オリンピックの時にその下痢をしたあの困るからですね、住民にバーッと飲ませたらしいんですよ。まあそんなことでね、でそれをもうあの医学部に入ってそういう経験をしてですね、患者さんと一緒にそういう人たちを、まあ、あの道内にたくさんいるんでね、まあ、発掘って言ったら悪いけど、患者さんたちと訪ねて行ってそういう人たちの話を聞いて投薬証明、医者のとこ行ってですね、この人に昨日も投薬しましたって証明を持って、診断できるお医者さんに連れて行って、それで認定を受けると、まあ、そういうことを、まあ、学生時代やっていたので、まあ、今考えるとですね、やっぱりその医者から入ったんじゃなくて患者っていうかね、特にその薬害被害者の立場からこう医療に関わったっていうのが私なんですね。でその時に本当に寝たきりでですね、目が見えなくなったりもう大変な思いをしている方がみんな言うのは、もう二度とこんな悲惨なことは起こさないでほしいということを皆さんが口々に言うんです。で私たちが関わったのはやはり将来医者になってですね、そういう知らないうちに加害者になりたくないという思いがあってですね、やはりきちんとそういうものは科学的な、まあ、いわゆるその許可の問題とかですね、非常にずさんな許可とかあったので、そういうことないようにということで来ました。ですからちょっと見る目が違ってたんですけれども、ですから今でもやはり薬と対してはすごくね、慎重なんですね。で大体漢方薬、メイン漢方ですね、漢方ももちろん合わないのがあるけれども、まあ2000年の歴史があるんですね。で薬っていうのは、西洋薬っていうのはあっても、ね、つい100年も経ってないわけです。ですからそういう全く新しいもの、しかも人間が科学的に合成したものっていうのは、まあ残念ながら正しいものはないんですね。やはり不調のものしかないので、そういうものを投与するとすごく気をつけなきゃいけないということで、ですから今のワクチンもそうですね。人間がね、こう、で作ったものですね、売って大変なことに
その話を言うといいですね。で、医者になった時にやはり不思議だったのは、その人間ってみんな人一人一人顔つきも違うので、ね、病気と血を取ってその診断で病名が決まったら薬が同じものが出る。でそれで治るはずないなって、人間ってそんな、ね、単純なもんじゃないぞってね、そういう怒りじゃないけど思いがすごいあったので、それで西洋医学も学びましたけども、やはりそれ以外の、漢方をずっと学んでいったんですね。で漢方のその大家の先生のところにちょっと行った時に、いや漢方っていうのは気と血と水ですね、体のそのバランスで考えるんだ、ただその気、気っていうのはね、まあ、生命エネルギーですけど、気の世界は覗くんじゃないぞって言われたんですよ。そこに行ったら帰ってこれなくなるぞって言ったんで行きましたうちはもう今統合医療というか、西洋医学と中国の先生とつながって気候治療とか、そういう怪しいものがたくさんあるんですよ。ただそれをいきなり出すとですね、怪しまれてしまうので、信頼のある方にはその中国のとっておきのですね、ここだけの話ですけれども、でそういう治療とかをしている中 で私は北海道に来たのは、一つはその北海道のアイヌの人たちの医学ですよね。でアイヌの人たちは文字を持たないので、全部口伝って口で伝えてきて、でアイヌのその世界ではもう全てもう宝物なんですよね、食べ物のその草木っていうのは。でそれをですね、ぜひその漢方を私もやっていたので、アイヌのそういうのを知りたいと思ってアシリアさんのところに行ってですね、お願いしていろいろ教えてもらいつつ、なかなか上達してないんですけれども、山菜取りに行ったりとかですね、そうするともう全部これはもう薬でこうね、一服は頭の時にお尻突っ込むといいとかですね、一服じゃないとか、なんかそういうものをですね、いろいろ教えていただいてやっていきました。でちょっと長くなっちゃったんですけど、その天下さんに関しては、私がそういう、その後40代ぐらいに脳出血してですね、ちょっと医者としての生命が危なくなったときに、ちょっともうこんなことしてなくて、自分のやっぱやりたい医療をやりたいなということで本屋に行ったんですね。そしたらこんな病院が欲しいっていうね、変な本があったんですよ本屋って普通こんな病院がおすすめだとか言ってね、こんな病院が欲しいって、ね、それを思わず見たら、その天下さんがそこにホロトロピックセンター構想といってですね、その現代医療の問題点で、まあ、要はやはりその、西洋医学のいろんなね問題ですよね、その薬ばっかりしか使えないとか、保険の問題とか、それ以外の医療は使えないとか、でそれが私の考えたのと全く同じだったので、それでよし、じゃあ札幌にホロトロピックセンターを作ろうということで、その時初めて天下さんに会いに行きました。で、私の思いを伝えて、それからご縁をいただいてるんですけれども、一応うちのクリニック開業した時には、響きの森クリニックっていうんですけど、その下に札幌ホロトロピックセンターっていうね看板があったんですね。ただ名前が怪しいのですね、そのホロトロピックって、ね、トロピカルセンターですかちょっと外しましたけど、それでクリニックで医療やってるうちに、結局その本当の医療っていうのはその人の生活考え、もう雇用全部変えないとできないっていうことで、探していったらここが売りに出たんですよね。これでもう慌てて一般社団法人を作ってできて、でその時にいろいろまた見直したんですよ、天下さんのホロトロピックセンター。まさにここでやることがね書いてあったので、ここにホロトロピックセンターをね今作ろうということで動こうと思っていてですね、またこうやって天下さんとも新たなご縁ができてですね、進めていけるってことをすごく感謝しております。すいません、長くしちゃってでは次にその制作秘話っていうかね、その制作の中でいろんなことがあったと思うんですけれども、天下さんからちょっとその今回の制作にあたってですね、いろんな秘話が分かれたりですね、そのあたりなんで映画作ろうとしたかというと、
まあ、最初はアイヌのことしか頭なかったんだけども、地名を調べると九州からねアイヌの地名があるんですよね。というのは結構日本全国アイヌがいて、でそれがこうだん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 追い上げられて彼らが来てるというと、これは実はある神主さんからそういう話を聞いてて、で、そうだとするとこれはこの供養をする、要するにその封殺されてる、その封印されてる怨念を解いていくっていうのは、これはずっと日本全国にならなきゃいけないんです。そうすると俺も結構年だし、その途中で死んじまうだろうと、で死んじまった後もこれが続くない、続くといいなと。そうするとなんかその、残していくのが何がいいかなと思った時に、記録映画を作っていけばいいんじゃないかなということで、記録映画を作りたいなと思ったところに、まんまと吉岡さんが飛び込んできますで、なんで飛び込んできたかというと、私も1万年生っていうイベントをやってるんですけどね、もう1万3千年前から北から南の果てまで民族は住んでいたんですね。でもそれが何かアイヌの人が北海道だけだみたいに思われてるのはなんかおかしいなと思いまして、やっぱりこのやり方は広まるなと思ってます。吉岡監督、長生きしてちゃんと伝えてくださいよ、お願いしますよ。ビールあるか。はい、では騙された吉岡君、ありがとうございます。さっきね、天狗さんのね、に出会ったりか騙され始めた2015年ぐらいなんですけど ね、 そのね、当時その頃私僕北海道来ておりまして、なぜかって言いますと大麻、朝の災害が東川町で始まる頃だったんですね。で2013年の冬にここの雪の原野で東川町松川さんのところで松川農園でこの原野で大麻の栽培が来年から始まるかもしれませんということになりまして、それでその後メルタック2014年の春から栽培が始まったけれども、結局3年間しか朝の栽培ができませんでした。ですから当時ずっと北海道に来ておりまして、大麻っていう植物もやはり封印されし植物ということで、なぜか封印にご縁があるわけですよね。だから今の変なあれですけど、時代っていうのはその封印、本当にその封印っていうのが一体どういうものか、それをもう一度表に出すっていうのかな、改めて考え直し、そしてそれがより良きものであれば表に出す必要があるのではないかなっていうのが、私ずっと大麻の撮影をしてて感じた次第でございまして、それで天狗さんとかレアさんとかお話しさせていただいて、この封印、魂の封印というかな、それも上げるって、より良い形で上げていくってことがやはり今非常に必要ではないかなと思って、こうやって騙され続けてかれこれ7、8年になったという時代でございまして、まさにあれですね、封印っていうのも今の時代のテーマかもしれないですね。その日本のそこにこう封印された人のね、ものを外すとか、あとはやっぱりみんなの心に封印された部分、それがまあトラウマとかね、そういう形でこうなってるんですよね。今やはり最近すごく多いのが、どうしてもその子供の頃に封印してしまった、それでいい子になっている、それがだんだんこう抑えきれなくなって、いろんな形でこう出てきているっていうことが、まあ、現代のいろんな病気っていうかですね、原因になっている。やはりそこを外して出すとですね、やっぱりすごくいいわけですよね。そういう、まあ、トラウマセラピーっていうのかなり今注目されてますし、であと一番、まあ、やりやすい方法っていうのは瞑想なんですよね。で瞑想をすると初めての人は瞑想すると頭の中にいろんなこと浮かんできて、それできないってやめちゃうんだけど、それが瞑想なんですよ。結局すると封印したものがどんどん出てきてですね、まあ、最初はね、今日の夜のご飯何がいいかなとか、そういうところからいくんだけども、どんどん出てくると最終的にその出るものがなくなる。そうすると初めて
心地いい世界に、そしてその自分のこう感覚がどんどん研ぎ澄まされてくるっていうのは、まあ、私なりの瞑想の考え方なんですけれども、ぜひ皆さんもですね、そういう形で自分と向き合う、で自分の中にこう生まれたものが結局いろんな形で出てくるんですよね。病気として出てくることもありますし、ですからやはり病気になった方、がんになった方っていうのは真っ先に自分と向き合うっていうところで、そこをこう解決しないとなかなかそれだけでは治らないっていうね、ことがあると思うんですね。で、天元さんは瞑想の達人でですね、いろんな瞑想をされてきてですね、親殺し瞑想とかね、怖い瞑想もあって、ぜひその瞑想の話をちょっとやってください。そうですね、質問の話は、ね、我々ばっかりしゃべってる。はい、すいません、はい、じゃあ天元さんのその瞑想について聞きたい方はまた札幌で、私瞑想すると、ね、寝てしまうんだけど天元塾とかありますのでね、そちらで聞いていただきたいと思います。天元さん大丈夫だよ、うん、だって西谷先生と人間も冬眠できるんでねえかって言ってた洞窟を用意しとくから。で、じゃあレラさんと一緒に冬眠しようか。ああ、冷凍しとくです。冬眠じゃなくて凍らせといた方がいいです。冷凍で。冷凍で冷凍保存。保存。その時はええと思ったけど、あるかもしれないなと思った。最近結構民族の起源っていうかね、DNA を分析すると分かる。で何年か前に北海道の縄文人が確か稚内か礼文か利尻のあの辺りでですね、丸々完璧な骨が見つかったんですよ。でそれを全部分析して現代の日本人とこう照合した、まあ、そういう研究があってですね、そしたら 70% がアイヌの人と共通だったんですって。で 30% その縄文人の 30% 遺伝子は沖縄の人と一緒で、で和人って、まあ、我々東京とかだと 5% とかねぐらい、先ほど言われたように全部混ざってるんですけれども、やはりアイヌの人が、まあ、縄文の、まあ、純系みたいな感じでですね、ですから我々はその縄文の時代っていうのは本当にみんな調和してこうね平和でっていう、そういう、まあ学者の説を信じてるんだけど、実はその現代の縄文人がいるんですよ。アイヌの人たちの生き方っていうことが多分縄文の生き方だっていうことで、だからこれからどんどんそのアイヌの人たちのね生活とかをやはり学ばせてもらうっていうことが我々が縄文に近づく一番のいい方法かなって思いました。大丈夫、冬眠しましょうみんな一緒にホロトロピックネットワークって、引くと出てきますね。天元さんが、もうですね90年代やられていて、いろんなイベントをやっているんですよね。で、かなり以前はそれでいろんな海外に行ったりとかもしていましたし、で今は天元さんの瞑想とかお話し会とかですね、いろんなものがそこで出てきますので、で祈りの旅が始まる頃になると、募集が始まります。だいたい春ぐらいになる。そうですね、コロナの関係で、うん、人には取材しなかった、してない。で、なんで取材しなかったのかわからないけれども、多分監督が避けたんじゃないか。なんていうんでしょうかね。取材するってことはその現場でその人が行動した、喋ったこと以上に何かこうそれ以上のものが出てくる可能性がある人については。天元さんも寺さんも皆さんに言ったんですよ。ただ清水さんについては多分人はあれが多分ベストだと僕は思ったんです。あれ以上 得ない方が、逆に言うと変な話ですけど、直感的にあれは彼にとってはあれが僕はすごくベストで、あれ以上根掘り葉掘り聞かない方が僕はいいかなと思ってあれ以上入ってなかったんです。そういうことです。だから映画っていうのは直感で作るもので、もっと掘り下げて面白いこと言って、面白いって言い方変なんですけど、得られるものがある人は
どん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 この2人が随分ね密着してそのあと撮影させていただいたんですけど、清水さんの場合にはもうあれが僕は素晴らしくて、あのシーンだけで OK だったんですよ。あれはあれでも完結する、ストーリーが完結するから行かなかっただけの話だって、もしあれがもっと完結しなかったら北ウトレにあったら行った可能性があります。ただあの一緒に手を取られた女性っていうのはあそこで何を感じたのかって聞きたかったからわざわざ聞きに行ったんですよ。そうしたらああいう話だった。非常にあれは面白かった。だから現場で起きたことっていうのももちろん取材させて行けば取れるんだけれども、それ以上にこの映画っていうのはそこで起きたことをその後もうちょっと聞き直すことによって再現されるとか、ここも非常に面白かった。作り手としては大変面白かったです。これにつきました。で、もう一つ言うならばもう一度見てみていただくとまた見えないものが見えてくるかもしれない。聞かない音が聞ける可能性がありますから、また見てやってください。はい、宣伝しちゃった。はい、ありがとうございました。いろんな秘話がね、聞こえてね、面白かったですね。はい、一応そろそろ時間になりましたので、一応対談はこれで終了させていただきます。